皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回はドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。一応道なりに行けば大丈夫だね。この先なんかちょっと素材もありそうだな。なんだ、なんか変なとこに来たの。なんだあれ、何かピカピカ光ってるけど、あれこれドラゴン、ドラゴンがなんか凍ってるけど、なんかそのうちこのドラゴンもね復活しそうな。なんでこんなとこにいるんだろうひとまずこのまま行けばいいみたいだけど、ちょっと待ってよ、なんか出っ張ってるところがあるから、なんかありそう。ここら辺だ。ちょっと降りてみよう一回。特に何もないのかな。段差、ああ宝箱とかないんだね。あとはまあやっぱ道なりに、行けば大丈夫。さあうまいの手いこう。もうすぐ結構近くまで来てるはずだから、あとちょっと、あトロロがいる。ここ抜けた先だね。そっちの奥の方だね。特に素材とかも、なんか光ってる、気のせいか。特に素材もなしと。よし、じゃあここ行ってみよう。さあこの先のはずだぞ。さあ山の方にねやってきたので、この山の多分頂上とかになるのかな。聖地ラムダ、始祖の森を抜けて、だからひとまずまあ道なりに行けば大丈夫かな。じゃあ行ってみようか道なりに。特にアイテムとかもなさそう。敵がいない。あやっと来た。なんか違う敵になってるね。道なりに行けばいいから、ちょっとこっちの方とかなんか素材とか落ちてそうな気も。あ段差が、でも行けないところだ。あこれは悟りそうだ。なんだっけ、ギガンティスだったっけ。ちょっと倒してみたい。さあそしてね、今日は花ちゃんの方がねだいぶおとなしくしております。違う、サイクロプスか。いや花ちゃんの方もねやっと室内フリーの方にしまして、今ね怖いことがあったりするとゲージの中にね戻っていくんだけど、それ以外はねゲージから外に出てね最近生活しております。で、ちょっとね作戦、そうそう、ゆずきしろねガンガン行こうぜにしてなかったから。よし、あーほんとね花ちゃんのねやっとゲージからね出せたので、いや一安心。まあ、ゲージから出すにあたってね結構たくさんね爪研ぎをね購入したりとか、まあ、環境を整えるためにねもう一個トイレをね注文したりとか、ちょっと高低差をつけるために、まあ、物の配置をちょっと変えたりとかもね私の方で準備したり、あと花ちゃんが遊べるトンネル、猫のなんかこう、あ大丈夫、猫の遊べるトンネルみたいなのもね買ったりしておりました。よし、いやーほんとね、あとはあれだね、キャットタワー触ればって感じかな。猫ちゃんはちょっと割り振ろうか。マルティナ12か。爪は特によくって、投げキッス魅力か。ここは気になるんだよねマルティナの。あとはあーこれも気になるな、槍の攻撃。あこれプラス10はありがたいね。会心か、上の方は力とかだもんね。ここら辺を解放するため、まあ、13までちょっと我慢か。あとレベル1我慢しよう。でちょっとほぼ満タンにしておこう。あできた、あぶん動く石像っぽいのがいるぞ。これ動くんじゃない、あやっぱりこんなところに動く石像。さあちょっとね敵も倒してレベルの方上げたりね、装備整えたりね、私の方でね動画会でしておりました。さあディン、微妙だったねディン。あセーニャ、セーニャ命大事にだとね
あのほとんど自分で攻撃しちゃうんだよね、呪文とか使わずに。さあ電気、お、やりきった、よし、オッケー。あとは、ん、動く石像、漬物石か、まあ、重いもんね、動く石像。この先だぞ。あ、乗れるやつがいる、ピカピカ光ってる、キラーポット。さあ倒していこうか。じゃあ馬でと思ったけど、ちょっと乗り換えてこのキラーポットっていうのに乗っていこうか。なんか宝箱とかなんか怪しいものがありそう。よし降りて、そこがね結構段差が、登れないかあ、こっちから順番に登っていけようって感じだね。よいしょっと、結構これ、よいしょ、グワングワになる視界がはっ、よいしょ。特に宝箱とかもないか。まあこれに乗って道なりに行けば大丈夫だね。よいしょっと、もうちょっと、あ、素材だ、蝶の羽。あ、苦労して手に入れるのは蝶の羽って感じかな。え、この先、こちら側はぐるっと回ってるんだ。結構段差のあるところだね。あ、宝箱身につけた、いただきましょうか、宝箱。なんだろう中身、小さなメダル、ありがたい、助かるね、小さなメダル。で、この先まだまだまっすぐ行かないといけないから、一応ぐるっと回ってきてはいるか。さあ落ちないように気をつけてと。特に下ってないよね、うん、大丈夫。よいしょっと、さあもうちょっと上がりきって、聖地ランダがもう近いはずだぞ。あ、吊り橋だ、大丈夫、なんか崩れ落ちそうだけど、不安になってくるよこういう不安定な吊り橋は。大丈夫、うん、さあもうすぐそこだと思うんだけど。こんなところにあったんだね、オーブを収められるところは。ん、あ、来た、ここだよ。うん、森に行ける大聖堂ってのがある、建物もちょっとあるようだね。どういう感じだろう、あ、すごい女神の像みたいなのが、ん、村みたいな、人が住んでるようだね、結構立派なところだ。ここが聖地ラムダになるんだ。さあ行ってみようか。なんだか今までとは空気が違うわね、険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。ふふ、マルティナさんから自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。あれ、もしかしてベロニカとセイニャの、え、故郷ですって、ということは、はい、この地こそ私たちのふるさと、命の大樹とともに世界を、ま、見守ってきた神語りの里、聖地ラムダですわ。あ、そうだったんだ、静かすぎて退屈な場所だけどここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇はこの里を抜けた先に広がる始祖の森の頂上にあるはずですわ。ここで疲れを癒していきましょう、勇者様がいらしたと知ったらみんなきっと喜びますわ。てっきりここにもう祭壇があって捧げるものかと思ったけど違ったんだね。特に何もないかな、なんかこういうところで何かあってもおかしくないからついつい調べたくなるけど、あ、やっぱりあった、小さなメダル、よかった。やっぱ隠されてたようだね、ちゃんと。さあここちょっと数軒お店があったりと、ん、人がなんか祈りを捧げてる、ん、世界中の命を束ね
見守りし命の大樹、今日このラムダの地にまた一つ新たな命が生まれました。かつて古き葉として散った命は、こうして新たな葉として芽吹き、また違う一生を歩んでいくことでしょう。我らの神、命の大樹、聖地ラムダの伊藤いけない若葉にどうか祝福を授けたまえ。子供が生まれたんだ。ん？長老さんって感じ。あ、お、双子の？あ、双子じゃないな。双系の姉妹かな？ベロニカとセイナではないか。一体いつからそこにいたのじゃ。あれ？ベロニカのことわかるの？ちゃんと。長老様、お久しぶりですわ。皆さん、お変わりないので何よりです。ん？ベロニカ、その他しばらく見ないんやで、ずいぶん背が縮んでしまったようじゃな。これはちょっといろいろあってね。それより聞いてよ、ほら、私たち言いつけ通り勇者様を見つけてきたわよ。勇者っぽいよね、このユグナーの鎧が。まあ勇者様ですって。お、赤子の祝福を授ける洗礼の日に勇者様がいらっしゃると、なんと今日はめでたき日よ。私は聖地ラムダの長老バナード、こうしてお会いできる時を何年もの間お待ちしておりました。長老様、私たち世界中を旅してついに突き止めたのです。勇者様の命を狙う邪悪な者の存在を。なるほど、それではウルノーガなる者がデルカダール王国の誰かに化け、勇者様を亡き者としようと。私たちはウルノーガを打ち倒すため闇の力を払う何かが眠っているという命の大樹のところへ向かうことになります。命の大樹へは、始祖の森の頂上にある祭壇に王母を6つ捧げればいけるらしいわ。私はかつてベロニカとセイナが勇者様と共に命の大樹を目指し、あ、天高い山を登っていく夢を見ました。あの夢はきっと大樹の神託、そう思ってベロニカとセイナの二人を勇者様のもとへ使わしたのですが、これで全てが明らかになりました。あの夢は勇者様が始祖の森の頂上にある祭壇へ向かう光景を示していたのでしょう。始祖の森へ続く道はこの先に見える大聖堂の奥にあります。私は大聖堂でお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら私のところまでお越しください。わかりました、長老さん。あの先ってことだね。うん、まずは他の家とかをちょっと探索しようか。せっかくここまで来た。あ、道具屋さんがある。なんかいいの売ってるかな。なんかいい素材とかだと嬉しいな。まあ武器防具は売ってるけど、まあでももう大体持ってるものとかか。マジカルハット、あ、シルクの美術ね。マジカルスカートも確かにこっちの方が強いんだよね。どうしようかな。制服をそろそろ脱ぐ時が来たのかな。結構お気に入りだったんだけどね。まあ、マジカルスカートの方がいいかな。4上がって連携すればもっと上がるって感じだよね。よし、じゃあセイニャ買おう。セイニャ装備変えようか。メダル女の服かな。よし、で、あとは特にか。うん、あ、こんなところに宝箱。中身は天使の相馬、道具袋、素材じゃないか、なんかのアイテムかな。ちょっとね、周りをぐるぐる回ると気持ち悪くなっちゃうから、気をつけて気をつけてと。ん？下にも行ける。こっちが静寂の森に行けるところらしいね。ひとまずこの家に。
がある。珍しい本だね。聖地の始まりという本。はるか昔、邪神がこの世に現れた時、一人の勇者が立ち上がり、仲間と共に邪神を撃つ旅に出た。ここ聖地ラムダという里は、その勇者たちの旅を支えるために集まった人々が作ったものである。あ、そうやってできたんだ。なるほどね。こっちの本は、特になんかこうすごいことが書いてあるっていう感じでもなさそうだね。1階はこんなもんか。2階、いや、ほんと室内探索が一番。ん、あの子がいるら、宝箱があるんだ。こんなところに、ん、祈りのカード、装備袋、祈りのカード、どれどれ、祈りのカード、これ初めてだね。 MP を回復する。あ、そうなんだ。守備力がちょっと上がるか。んー、どうしようかな。ガーターと入れ替え、あ、でも守備力下がっちゃう、微妙だね。で、そうそう、そういえば、柚木シロがね、バトルチューカーを、違う、怒りのタトゥーか、攻撃力が8上がるか。どうしようかな、こっちにしようかな。でもトータル的に見ると結構いいんだよね。いや、このまま行こうか。よし、宝箱もいただいて、あ、壺があったんだ、ここ。ありがたく、信仰の種。一応2軒は入った。あ、宿屋がある。この上だ。結構変わった作りだね。ここ広場がある。さっきの赤ちゃんたちがいたところか。あの、夫婦だよね、きっと、赤ちゃんと。よしよしって言ってる。さあ、そして宿屋にはね、必ず何かあると思うから、ちょっと調べてこよう。そこが受付か。特に1階はなし。2階は、あ、タンス。これぐらいか。魔法の聖水だ。さすが聖地ラムダってだけあって、これいいものが手に入る。そうだな、シルビアちゃんちょっと小瓶と入れ替えとこう。よし、オッケー。え、あとは大聖堂があって、あ、奥にもちょっと家がある。その家をちょっと見てこようか。その前に一旦セーブもしておこう。いや、すぐ着いてよかったね。てっきりもっと大変なとこにあるかと思ったけど。こっからそんなストレートにスルッといけるのかな。ただクレイクのこともすごく気がかりだから、そこがどうなるのかもね、まだちょっとよくわからないからな。ひとまずここ行ってみようか。この家、タンスぐらいあるのは。あ、素材だ。この横は特になし。素材が一つって感じか。すごい書物だね。あ、こんなところに珍しい本だ。あ、建築のことか。どこにって感じだったね。この下の方に行ける道があるんだけど、裏に続いてるだけの道か。あ、壺がある。よし、壺壊しちゃおうっと。ん？あ、なんじゃって言ってる。そらそうだよね、普通の人からしたらね。魔力の種と。で、一応大体、あ、大聖堂前の家がまだある。ん？この先は森に続いてる道か。よし、この上だね。あともう一軒家があるから、そこだけ見たら終わりって感じだね。このまままっすぐ。そこの家、結構お金持ちそうだな。長老の家とかじゃないよね。
ち行ける？どこに行けない？1階は？あ、本がある。どれどれ？あ、これとあるトレジャーハンターのだ。ナナシさんの。なんかレシピの本があるかなと思ったけど特になかったね。普通の本だった。テオトレジャーハンターっていう名前のようだね。2階はこれでおしまいかな。あ、エルフの飲み薬、これはすごいやつだ。エルフの飲み薬ちょっと持たせようか。完全に回復と、そうだな、セーニャに持たせよう。よし、これで OK。 ここもどこに続いてる？あ、聖なる地なんだ。で、そこなんだよね。この奥は、あ、宝箱あったね。やっぱり何もないわけないと思ったけど、さあ宝箱いただきましょう。ん？聖者の灰？道具袋。聖者の灰。素材？あ、もう持ってるようだね、聖者の灰は。素材だったのかな？どこかしらにしまわれてるはず。聖者の灰。あ、これだ。うん。素材だね。まだ素材として使ってないからこの先使うことになるのかも。特になし。よし、じゃああとは大聖堂だね。長老様がいるからまずは長老様のとこに行ってみよう。あ、びっくりマークになってる。持ってきたよ、オーブ。それでは勇者様、どうぞこちらへお越しください。勇者らしくなったよね、見た目が変われば。あ、ん？なんか賢者みたいな人が。ん？祀ってあるものが違う？なんて綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神話の一節を表したものです。神話？大樹が。勇者とは世界に最悪が現れた時、大樹に選ばれて生まれてくる存在。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは遥か古の時代のことです。ロトゼダシアの全ての命の源は命の大樹。邪悪の神はその大樹の中に宿る生命力の根源、大樹の魂を奪おうとしました。あ、この紋章は。そんな時代に命の大樹に選ばれ生まれたのが柚木シロ様と同じあざを携えた伝説の勇者ローシュ様です。そして勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。そのセニカ様の生まれ変わりと言われているのがそちらのベロニカとセーニャなのです。そうなんだ。あ、二人とも知ってたんだね。うるのが邪神なきこの時代に柚木シロ様がなぜ勇者として生を授かったのか、皆さんの話を聞いて全てつながりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。